で昔に比べてオタクが行きやすくていい。で俺が中学生の時はまだいじめられたのに、僕は。そうです、僕もだってやっぱオタクだって言えないですよね、うん、何言えなかった。エヴァがすごい好きでとかは。そうそうそう、ヤンキーに鈴宮ハレスと百科の下のラナベ破られたことあるんですけどすごい悲しかった。そうですよね、やっぱりラキスタ見てるとかってやっぱ言えない。そう、当時はやっぱりまだうわ肝疑う、まだ、うん、電車のとこからだんだん変わってきたけど、まだまだやっぱりオタクの人権はなくて、うん、どこで変わってきたのこれも分かんないけど、ある日が来て、まあ、それこそシャナとか、ね、ラキスタとかゼロツカがあって、軽音があって、うん、軽音も確かにだいぶでかかった。あの軽音部にオタクが浸透し始めた。軽音部にオタクが浸透したって。そう、みんなでギター買ってね、俺も1週間でギター捨てたけど、ね、でもやりたくなりますよね、あれは間違いなく。まあね、ボッチザロックであれになったけど、そう、ボッチザロックまた火つきましたけど、もう中高は本当ただのオタクだったからな、うん、夜とかエロゲ買いに行ってたもん今だから言えるけど、高校生でトラナナナんで、まあでも青春ですよ、ね、青春ですね、本当に。夜明け前のリルリオナとドキドキしながら、ペートフォローアタラクシアを、はい、エロサイトもドキドキしながら、18歳以上ですかって、はいはいはいって言ったら請求がバンって、なんだこれ、明日まで25万入るみたいな、うわーってこれはまあ全男子が通りますよ、ね、俺それで一回ね、お母さんに言いなすぎてソフマップ持ってたんですよ超恥ずかしかった。なんかデスクトップに外国人の裸の女がこうやって手にしたやばいやばい、あれはもうトラウマですよね、一種の子供の消え方わかんないですよね、もう消え方わかんないし、もうパニックになるんで、そうそうそう、でも親にも言えないと思ってノーズパソコンバンって閉じて、そうそうそう、誰も言えない、お客様相談カウンター行ってで若いお兄ちゃんにすいません助けてくださいってバーって開いたら、もう演歌めっちゃ待ってあーって言ってでもただで直してくれて、うん、もうや気をつけないみたいな、うん、英雄だった俺あの時ソフマップの店員がありがとうっつって本当怖いですからね。今なくないですか。今ないですよ。覚醒的あるけど、そう、ウイルスみたいなのが、ウイルスとかなくて、もうしかもなんかあるじゃないですか、もうパンザ、うん、ある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 、ちゃんとしたもの用意されてるんで、ね、昔はもうなんか地雷原をこう探る気持ちで行くしかなかったからね。そうなんで、もうなんか、うん、もうどう考えてもやばいだろみたいなサイトでも、うん、行くしかなかったみたいな、行くしかなかった、とんでもない時間かけて開いたサイトが黒人のできたって、ほんと気づそうだったからね、騙されてなんかみんなもう体制あるんじゃないかな。僕らやっぱまあインターネットはありましたけど、そんなまだ慣れてなかったんで。そうね、まあ、でも俺らがちっちゃい頃にツイッターあったら炎上してたから、なくてよかったなと思って学生の頃は LINE とかもなかったんで、そう、今の子たちは逆にちょっと大変だなって思っちゃいます。大変だなって思いますよね、本当に。僕らの時って友達同士で盛り上がるあれだったんですけど、うん、今もうネットが相手なんで、どれだけネットに評価されてるかみたいなんで。そうね、それでやっぱなんかね、あのペラペラ君とか生まれちゃうわけだから、自己顕示欲が爆発して、そう、爆発して注目集めたいみたいなので、しかも大人が叩きに来るからですよね。そうなんですよね。俺らの子供の頃ってやっぱ悪いことしたら大人に怒られて終わりとか、身内で終わりだったけど、今ってやっぱ SNS のせいで知らん大人もバンバン叩きに来るから、だから結構ね、かわいそうだと思う。社会相手になっちゃう。で、子供の頃って多少いたずらするんですよ。ピンポンダッシュとかみんなするじゃん、もう。まあ、するのよ。なんかそう、入っちゃいけないところに入っちゃったりとか、ピンポンダッシュとか俺無限にしてたからちっちゃいから僕もだって、すごい子供の頃、うん、初めてそのティッシュを窓から投げたんですよ。ゴミ箱捨てたらバレちゃうなって、うわあただもう普通に庭に落っこって、そうそう、どうせ飛ぶだろうと思って悩んでるみたいなそんなの今なんかさ、もう犯罪みたいな扱いを受けるんですか。なんか重罪人だ、極悪人だみたいな犯罪扱いを受けるけど、じゃあお前ら昔やってなかったのみたいになるし、うん、SNS の発達でちょっと、まあ、窮屈な感じはしますよね。窮屈だなって思っちゃう、かわいそうだなって思っちゃう部分が多い。なんか2人とも今後やりたいことってあります？うん、僕は1個あるんですけど、知り合いがバンジーなんかみんな結構飛んでたから、あ、バンジーね、そういう系でもいいんだ。そういう系もっと俺らと壮大なことを組めてたから、そう、将来の展望、そうそう、将来の展望書いてたら10年後の自分バンジーねじ込んでくるのすごいと思って、あ、バンジーいいですか、明日行ってこいじゃん、もうきっかけで、なんかそれで人生が変わる人たまにいるなっていう話を。ああ、確かに、確かに、まあ、バンジーよりもやったことないからやりたいでしょ、うん、それはある。そのくらいだったらいっぱいあるよそうですね、僕もう、うん、スカイダイビングもしたいです。スカイダイビングもしたいですよね。スカイダイビングもしたことないから、うん、その2つは確かにやりたい、うん、でかいことは何かありますか。俺またなんか動画を再開させたいなと。俺もともと動画からなんて始まったの、バインで世界一になってから、うん、なんか知名度がちょっと上がってたから、うん、動画やっぱ好きだから。で、YouTube も15万人いるのに名前言ってないから、そう、そうそうそう、絶対な、何かしらやろうかなっていうのは思ってるプラス、うん、あと酒飲めないから最近なんか酒飲めるようになるサプリを開発してる。危なくないやつ、あ、違う、酒飲め、やばい、すげえ古代広告した、酒を2日で抑えるサプリ、ね、そう、うん、とか開発してたりとか、まだいろんなビジネスをやってはいるけど、特に目標がないな、ほんまに。うん、まあ、わりかしそうですよね、こうクリエイティブなものって、本当やっぱ発想って瞬間瞬間、うん、刹那的な人生しか送ってないかもしれない。
クリエイティブなその発想が出た時ってすぐ行動とかします？まあするか、します、うん、忘れるから、うん、忘れるのと、うん、僕わりかしその自分で作ったものを見返すことがほとんどないんですよ、はい、再生数とか反応を見て、うん、ああみんな面白いって思ってくれたのかっていうのがあるんで、うん、それは分かる。だからもうだから完成して1日2日置いて改めて見て、これまあいいかあげなくてみたいなことがあるんで、めっちゃある。作ってもすぐ気が変わらないうちに、そう夜とかに作って朝見返すとつまんねってなるんですよ。そう絶対やっぱり新鮮テンションがあるんで、それでもったいないより出した方が絶対いいですもんね。そう絶対出した方がいいんですよ、うん、間違いなく。それは多分結構みんなあるのかな、それ、うん、なんか賞味期限って多分あるんですよ。ありますね、間違いなくありますよね、うん、ある意味だからそういう、まあね、脳内麻薬っていうわけじゃないですけど、自分状態になってるね、なってる時にやらないとっていうのは間違いなくありますね。そうそう、確変中みたいな、そうそう確変中みたいな、多分それも漫画動画関係なく結構クリエイターに共通してることだと思います。一回上げなくてよかったなって思うのが自分であって、めちゃめちゃ面白い夢を見たと思って、眠りながら iPhone のメモに書いたら、ただただドラゴンボールの内容書いてた。全然実際書いてもらうね。まあでもちょっと思うよ。おかしいですね、だからそこら辺の、まあ、でも夜寝てるときはちょっと確かにね、判断力が鈍るからめちゃくちゃ怖いっていうのはあるかもしれない。2、3年前だけど、まだもう Twitter を結構フォロワーいた頃に、当時犬まで1匹しかいなかったんだけど、寝てるときにね、パッと閉じて目が覚めたら犬の顔がめちゃくちゃ上下に動いてて、え、なんかあれなのかな、なんか痙攣してるのかな、危ないと思ったら、はい、たらたら俺がって言って揺れてたんですよ。で俺それ自分で一人積もっちゃってめちゃくちゃ、え、めっちゃ、え、何これめっちゃおもろいと思って、動画撮ってこれ絶対ツイートしようと思って寝落ちたんですよ普通に、はい、いやでも明日の朝でいいやって思って、で昼ぐらいに起きてそれ見返したら絶対これ炎上するんだと思って、なんだこれはって、そうよかった、あの時に俺マジでツイートしてたら本当に燃えたかもしれないと思って、あれはマジであげなくてよかった。ファインプレーですよ、自分でしかないツボはありますよね、間違いなくね、うん、もうもちろん虐待とか言ってもおかしくなかったもん、なんかそう動物はセンシティブですからね。そうそうそう、動物ってセンシティブなんですよ。センシティブですよ。特に猫はね。猫とかね。そう、猫はなんかすごい過激派がいるから、はい、猫投げたとかねよく言われてる人いるけど、そうそう、猫って投げても大丈夫なのよ、うん、実際マジであいつはすごい着地するから、うん、猫飼ったことある人とか触ったことある人はいいんだけど、多分知らない人から見ると猫を投げたこいつみたいなって炎上するから、結構動物系ってセンシティブだなって。そう、モロハですよね。モロハだよね、可愛いし、可愛いけどバズりやすいけどやばいみたいなね。そう、でも見せたいんですよね、やっぱ自分の犬とか。飼ってるんですか、ワンちゃん。鹿の方に行って、これはやばいぞみたいな、やっぱいい匂いするしな、飼い主あるあるだと思うんですけど。そうそうそう、今吉田さん、僕は今トイプー2匹。うわぁ、かわいい、めちゃくちゃ可愛いねよ。ひーちゃん会ったことあるもんね。めっちゃ可愛いっす。やしろさんと2回目会った時に、2回目会った時こうやって酔い潰れて俺の部屋で朝まで寝てうちのマンションのエレベーターでゲロ吐いてそのまま。最悪じゃないですか。大丈夫ですか、それ。我慢できると思って、そう上向いて噴水からやって、みんな逃げろ逃げろってなった時にエレベーター止まるって。ひどかった、エレベーター止まってドア開かなくなったの。ドア開かないでこいつ上にゲロ吐いてるから、もうだからここの密室みたいになって、ほんと自分で全員逃げ惑うしかない、うわみたいなって、もう逃げ場がねえからもううわいだみたいな。マジで最後、そう、そんでなんか朝まで寝てたんだけど、なんか犬にずっと舐められて、やっぱり人懐っこいですもんね、やっぱり。だからよくペットショップとか行くんですよ、うん、今防音室の物件なんで、うん、犬猫が動物ダメなんで、あ、そう見るだけなんですけど、もう飼いたい、抱いたら終わりやで、もう抱いたら終わりですよ、ちょっと抱っこされますかとか言われるじゃないですか。警察に言わないでほしい、それは。そう、言わないで。いや、抱いたら購入になるんだよ、それは、みたいな。そう、すごい、鉄の意志で、いや、抱きません、みたいな。これはもう犬好きみんな思ってる。犬好き思ってることだと思いますよね、やっぱり。飼い主あるあるしね、もう犬が出てきた映画見れなくなるんです、一瞬か分かんないから。そうなんですよ。アメリカは犬あるんですらしいですよ、それは。あ、そうなんですよ。その犬が死ぬか死なないかをデータベースで検索できるやつがあるんですよ。映画に出てくる犬が死ぬか死なないか。ただ俺そういうストーリーならいいんですよ、それ犬がもう死ぬことがストーリーの要であるものとかだったらいいけど、それ何でも関係ないアクション映画に犬が出てきて何か分かんない、止まっていくから死ぬとかあるからマジで嫌ですよね。そう、これはめっちゃ分かります。出てきた瞬間奪ってんじゃん、北斗の拳に犬出てきたらもう死ぬじゃん大体。なんか北斗の拳とかで犬殺したやつ俺いまだ許してないからね、あのアクション映画で唐突に犬出すのマジでやめてほしい。安いですよね、出してほしいですね、この犬は、うん、あ、そうそう、あの字幕で出してほしいんですよ、ね、ジョン・ウィックみたくこの犬は死にませんとか。ジョン・ウィックはだから監督犬好きすぎるからちゃんと犬は死にませんって言ってくれるから、亡くなっちゃうけど、あとはもう最初だけマジ最初のあれ死んじゃってなんかあったんでしょうね。いや多分あれでめちゃくちゃクレームが来たんですよ、ステイですね。でそれ以降はちゃんと、そう、あの配慮いりますよね、あれはいる。ジェイソン・ステイサムとかで一緒に出てきたらビビるもん、ね、そう、まあ、犬がなんかに巻き込まれるかもしれないみたいな、マジだよみたいな。犬好きあるある、そう、あれはあれあれですね。ジョン・ウィック面白いよ、もういいですね。ゴジラも見たいし、あ、そう、ゴジラのなんだっけ、マイナス、マイナス、あ、まだ見てないんだよな、あれ、見たいんだよな。いいですね、ああやってずっと誰かが作ってくれるコンテンツって本当にすごいですよね。
海外、日本、海外問わずジブリはどうなるのか。宮崎駿さん自体は僕ものすごく好きなんですよ、うんうんうん、なんかすごいプロフェッショナル流儀がなんか出た時に、うん、宮崎駿さんがなんか絵コンテ書きながらぶつくさ言ってるんですよ、うん、めんどくさいな、もうやりたくないな、そう知ってるわ、借りて寝てみたいな、ね、もうそれがすごい好きで、あ、こんな才能ある人でも作るのめんどくさいんだ、あれ結構元気もらえますよね、もらえますね、うん、あ、じゃあ俺もめんどくさいのはいいんだって、うんうん、ジブリを千と千尋が一番好きだったわ僕はやっぱ古い、やっぱ古いのが好きなんで、もののけとか、もののけもいいですね、ナウシカとか、ナウシカも大好き、漫画は全部持ってます、ね、うん、まあ、僕漫画も買いましたけど、でもあれは漫画読むべきですよね、あ、そう、漫画読むべきっていうか漫画で全部完結するから、ナウシカは、そう、あの映画は本当にワンシーンしかやってない、漫画の、漫画だともう何冊あるかの、多分1巻分とか、そう、1巻分ぐらいだと思いますよ、マジで、うん、トルメキア兵が好きすぎるから、トルメキア兵の敵が、トルメキア兵好きなんですか、トルメキア兵のなんか鎧の感じ、俺めちゃくちゃ好きで、なるほどね、あの感じもいいな、トルメキア兵の敵が好きなのかな、普通ですね、めっちゃなんか、トルメキアソンっぽいですね、ザクツーみたいな、そう、確かに、そう、気になりですね、ザクツーみたいな、そう、確かに、そう、気になりですね、ザクツーみたいな、そう、確かに、そう、気になりですね、ザクツーみたいな、ちゃんと面白いから見た方がいい、で、あの、しっかり真実も知れるし、あの世界の真実というか、最近アニメとか見てます、アニメは僕もずっと見てます、ね、あ、見てるんだ、今も見てますし、うんうん、今、まあ、有名なところもスパイファミリーも見ますし、うん、呪術も見てますし、うん、ミギとダリとか、それちゃんと見てんだよな、なんか俺もうアニメ見る時間がなくなっちゃって、いや、わかります、僕も一時期、うん、そのもう全然見れない時があって、うん、年齢なのかなってそうね、そうなんで、ね、なんかやっとか見た方がいいと思うんですよ、マジで、その流行りもあるし、はい、で、俺やっぱ学生時代の頃ってもう全部見てて、はい、で、サマギリ、サマギリとか、そう、今期はそう、何切り、一話切りとか、これをなんか切りながら、これはもうサマギリで、このアニメサマギリじゃないみたいな、もうなんか10本、20本見ちゃうみたいな、そうそうそう、もう深夜アニメ全部とりあえず見るみたいなやつだけど、今マジで本当に見れてないから、あの頃のなんかオタクであった俺はどうなったんだみたいな、でもやっぱ見ようと思わないと見ないですね、やっぱよっこらせみたいな気合は必要ですよ、マジで、ちょっと俺老いを感じちゃったんですよそこにいや、やっぱ悲しくなったんですよ、オタクの老い感じるとこってそこですよね、そう、アニメが見れなくなる、そうそうそう、好きなものは俺がナデシコとかわかんでもすげえ好きだから、そういう昔アニメとか全然見るんだけど、新規の今期のやつを追う、まあ、ナロー系もそうだけど、はい、追ったりとかってそうできなくなって、だから流行ってるのとかをちゃんと追わなきゃなと思ってるんだけど、うん、そこをちょっとね自分で嫌だなんかそう、でも結局僕でもその、うん、もちろん最新のアニメを見るんですけど、はいはいはい、必ずも1本か2本はもう昔のアニメなんですよ、それこそ軽音を3週4週ぐらいしたりとか、懐かしいと思いながら見てる、懐かしそう、うん、で今おじゃ魔女見たりとか、ああいいですね、はいはい、おじゃ魔女、その昔のアニメを見るようになって、うんうん、あ、ちょっと今のアニメも見るかみたいな感じになってますね、ちょっとじゃあ殻を慣れさせてるのか、そう、でも昔の見て、そうそう、昔の見て、うわー、やっぱ面白いなとか、あ、わー、やっぱ春日って神アニメだなみたいなのを思って、あ、じゃあちょっとこの流れでもう一本ぐらい今期のアニメをこっち見たりとか、じゃあ歌われるものも見ようかな、そう、歌われるものとかもいいんじゃないですか、歌われ俺超好きなんで、ラジオも好きでした、あ、僕もラジオ好きです、マジでラジオ良かったですよね、めっちゃ良かった、ポッと好きで超ヘビーユズキさんの、そうね、そう、あ、良かった、この話ができた、俺長くないわ、汚い小屋も、汚い小屋も、汚い小屋も、覚えめない波川です、そう、ね、あれは好きだったな、自分のラジオのゲストに小山力さん、いや、その朝にしたんですけど、はい、スケジュール合わなくて呼べないってなって、いや、忙しいですもんね、いや、でもマジで本当あのラジオ知ってるか、あのラジオはめっちゃ面白い、本当アニメのラジオの中で一番面白いから、歌われるものラジオ今でも YouTube で見れる、実際上がってるから聞いてほしい、マジで、はい、あれは伝説っすよね、ですね、で途中でしかも本当にガチ恋じゃないですか、そうなんですよ、ゆずきちゃんゆずきさんとか最初みゆきさんのね、それこそね、アルルの声とか、アルル、そうそう、今でも聞いて、今でも聞いて、車とかで止めを流して聞いてやってる、面白いですよね、本当に、アニメのラジオの結構歴史を変えたぐらいには売れたんですよ、そのラジオの円盤もめっちゃ売れたし、うん、あのグッズも売れたし、うん、でさらにそのラジオの中で歌が1個できる、うん、そう、作曲してみたいなのがあって、あれはね、マジで聞いてた方がいい、歌われは本当ゲームも面白かったし、うん、アニメも面白かったし、でラジオも面白かったですよね、うん、だって今もソシャゲがありますよね、そう、歌われはまだ終わってないです、終わってないですもんね、うん、だからこの間もちょうど特別番組やったんですよ、歌われのラジオ、あ、そうなんですか、そう、あの何周年記念みたいなこの間やってて、はいはいはい、そう、それでまた俺聞き直して全部であの頃のメンツが集まってまたやったんですけど、いなんか全員気まずくなって面白かった、なんかもうみんな老けててなんかあの頃の俺らマジ分けてまた10年以上前ですよね、もう歌われラジオの話できる人はね、いい人しかおらん、ちゃんと同じ世代のお宅なんで、そうね、多分同じです、もう32なんで同じぐらいですよね、僕初めて多分ゲームで感動したのが歌われかもしれない、ああ、うん、うん、
最後超泣いたしな俺も。ゲーム自体もねちゃんとしてんのよ、ストーリーがめちゃめちゃちゃんとしてますよね。ちゃんとしてて戦闘が面白い、ちゃんと実はやっぱ、うん、エロゲーとは思えないもう あれですよね。だマブラボルタとかも超好きなんですけど、そう、あ、まあ、そうマブラとかそうフェイトとかもそうですけど、フェイトもそうだけど、最初フェイトはイアスフィールフォンアイツベルンのエロシーンがなかったから切れたことはあるリアルとねんのかよっつってほらっつって、それこそフェイトも本当に長いからもうフェイトはそう、もうでもフェイトとかエロゲだって知らない人がいる、そうそう、エロゲだって知らない人の方が多いんじゃないですか、多いと思う多分。え、フィートってソシャゲでしょみたいな、多分 FGO が先行しちゃうと思う。あとゼロから見てるやつ羨ましい。あーでも僕アニメはゼロからです、羨ましいとあれ見てすごいなと思っちゃって、作が意味わかんないけど、そうですね、意味わかんないですね、うん、ゼロは今でも多分全然、多分今でも上位の方がものすごい上位だと思う、あれをだってもう十何年前とかになりますよね、アニメとかも。確かにあの時にあの作画はね、本当に異次元です、ね、異次元です、異次元ようやってましたよね、毎日毎日感動してたもん、その毎週楽しみだったし、そう、そうあれは衝撃を受けたんですよ、ね、だって劇場版じゃないですか、ほぼそう、毎週劇場版見たら、毎週劇場版コーディーだったし、ね、やっぱ安心できるなって、マックすげえなんだよ、ね、すごい、音も声優もみんなかっこよくて、フェイトシーズンは俺は本当に大好きなんだよ、エロゲなのにちゃんと面白い、うん、ストーリーの方がむしろ気になるみたいな、うん、俺エロシーン飛ばしてたもん申し訳ないけど俺マジでエロシーン飛ばしてた、実際結構飛ばしてた、そう、だからエロゲなのにストーリーいいやつは結構昔からあって、まあ、クラナド系もそうだけど、そうです、キー作品もそうですけど、リトバリトバスとかね、リトバスとかそうだけど、でもエロゲいいっすよね、エロゲはいいです、やっぱなんかエロゲってなんか無目的でやるんじゃないのみたいなんてやっぱあると思いますけど、本当に俺抜き毛しなかった、抜き毛もう普通にただの感動ゲーですよね、うん、もう普通に泣くちゃんと泣くんだよ、パソコンの前でいい音なのか、うん、なんか急にね始まりますよ、それはいいからとりあえずどうなるんだ、だからスペースキーをしてどうなるんだって、ブーッと伸ばしてるんですよ、終わった後ちゃんと拍手とかしてもね、モニターの前とかうわーってでやっぱ余計も終わって余韻があって、まだなんか歌われを感じてないみたいな感じでラジオとかたどり着くんだ、そしたらなんか全然ね感動とかじゃなくて、何やったかたらたらだからあれで俺結構声優にも憧れたりとかもしかしてたな、うん、だからそういうラジオとかもいつかやってみたいなって、そういう意味にも夢は叶ったし、むしろ出てた人とかも仕事であったりとかして、直接的に感謝を、そう、いやあの時からずっと来てましたっていうのもいくつかあったし、こういう業界じゃないとできない、ね、そう、だからそれは本当に嬉しいなって、サラリーマンとかには絶対できないあるしね、やっぱあの人たちも尊敬してるから本当に、あの俺らがね何者でもない時代からやっぱりそうやって俺らに感動を与えてくれたりとか、感動を与えてくれてて、してくれてた、笑わせてくれたりするか、もう神格化しますよ、いや神格化ですよ、歌われるものラジオは本当神、それを俺は今日伝えたいだから、歌われるものラジオは神、歌われるラジオは危険お前らマジで面白いからね、あれ本当に、はい、マジで今聞いても面白いですよね、今聞いても面白い、あと歌われも今から見ても面白い、うんうん、歌われはもう絶対やった方がいいし、うん、いいゲームもやった方がいいし、アニメも見た方がいいし、いや歌われラジオの話できてよかったな割と限られるからなかなかいないっすね、結構いないっすね、まあ、当時のオタクやった人は結構来てる人いたけど、ピンポイントで歌われ好きな人は嬉しいっすよ、ね、やっぱ俺らいい時代過ごしましたね、いい時代過ごしましたよ、ね、今のアニメも、まあ、面白いけど、面白いのありますけど、でもやっぱなんか今も伝説として語り継がれてるんで、その辺じゃないですか、まあそう、うん、老害だって言われてもいいですよ、いいよ老害でいいよ老害でいいよ老害でいいよ、まあ、歌われまだ終わってないのが嬉しいです、どういう形であれ続けて、いいコンテンツはやっぱ終わらないんですよ、終わらないといいです、そういうものも我々はいつか作っていきますし綺麗に締めますよ、本日の相手は八代さんと六割の工房さんでした、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい。